久保さん、勝海舟いいっすね。ちょっとジャイアン行きたいですけどね。俺は俺のものみたいな。お前のものは俺のものみたいな。まあ今回ね、アレクサンドロス大王にしましょうか。僕この話がすごく好きなんですけど、ゴルディアスの結び目ですね。このゴルディアスの結び目の話がね、めちゃくちゃ好きなんですよね。なんかギリシャ神話なのかな、これは。なんかそのゴルディアスの結び目っていう言い伝えがあって、この縄紐をほどいた人はなんかすごいことになるみたいな伝説があって、もう絶対ほどけない結び目があってね、みんな挑戦するんだけど結び目をねほどけないんですよ。でこのアレクサンダルス大王だけがこれ結び目勝てなと。その瞬間に刀取って刀でぶっ刺して切ったっていうね。で、周りの人たちが、おいみたいな、何やってんだよみたいな。何やってんだよっつってね。で、大王がね、運命は、自分で決めるみたいな。自分で、運命なんか自分で作るものだと。そんな、言い伝えには左右されないと。断ち切っていくんだ、みたいな。で、その後なんか、そのアレクサンダルス大王はいろいろ制覇して、すごいなんか、あれになったらしいんですけど、まあ自分でね、まあいろんな他人の批判だったりとか、他人のこう言い伝えだったりとか、他人がやめとけよとかね、危ないよとかね、怪しいとかね、さ他人の批判で、自分は自分で稼ぐ、やるっていう 誰に何と言われようとやるっていうね。だから僕もね、車で北海道のね、そう、これ2回目ですよね。GTR で来たし、この Z4 でね、宗谷岬まで制覇しましたけど、まあ、傍から見たら、バカじゃねえかみたいなね。でもね、宗谷岬行くと結構バイク乗りの人結構多いんですよ。で、バイクで、あとね、自転車で、たまに自転車で、てっぺん目指してる人もいるんですよ。でも、それを知らない人とか、わかんない人っていうのは、そこまでなんですんのみたいなね。登山家の人とかにもね、そんな命あって山登って何か意味あんのみたいな。でもその人にしか分かんないんですよ。山登るその高揚感というかね。まあ本当にだから自分の欲しいものは自分が手に入れるし、自分が行きたいところには自分が行くし、それでいいと思うんですよね。運命は自分で本当に作るものだっていう思いますね。でも祝、あの、もし、なんだ、宿命かな？まあ、変えられないものはあるわけですよ。変えられないものって何かっていうと、生まれた場所で、生まれた親とかね。それは変えられないですよね。ちょっと、すみません、トレードみたいな。親トレード。親をトレードすることっていうのは、物理的に無理ですよね。まあ、もちろん再婚とかそういうのは概念としてはあるんだけど、事実としては、人から生まれたっていう DNA レベルでも鑑定も出てるし、それは変えられないじゃないですか。だから DNA レベルで継承してるので、顔の形もね、まあ、一緒ってか似たりとか、まあそういうのはあるじゃないですか。だからそれを変えられ、まあ整形したら変えられるか、それ。整形ありますね。でもなんかまあ、例えば雨が降ったっていう事実を変えることは難しいですよね。なんか神様に祈っていきなり晴れにするとかね。それは難しいですよね まあ世の中にはまあ変えられるものと変えられないものがあるんだけど、運命は変えられるってことですね。でも運命は変えられるんだけど、運命だから仕方ないよねみたいなこと言ってるんだったら、それはその人の運命ですね、それが 変えられないという運命ですね でも運命は変えられるっていうことで、そういう考え方でやってるんだったら、運命はまあ、アレクサンドロス大王のように運命は自分で切り開けると思いますし、僕はこの話がね、すごく、ゴルディアスの結びがね、めちゃめちゃ好きですね。己の人生は己で作っていくっていうね。だから僕はね、もう北海道に来てね、本当、まあ4年ぶりに走ったんですけど、いや、マジですごいなと思いますね。これはまあ、北海道を車で走ればわかることなんですけど、もうね、とにかくずっと一直線なんですよね。もう、本当にずっと一直線で、超長いんですよ。だから、何百キロ一直線みたいなね、あるんですよ。で、これを作ったのかと。
要はアスファルトを引いて作った人はいるわけじゃないですか。もう気が遠くなるようなこの作業だなっていう、山を切り開いてアスファルト引いていく、何百キロブワー引いていくっていうのはとてつもないなっていう。でも切り開けるんですよ。多分北海道ってもともとその荒野で荒れ地で寒いし、なんかその北海道にまつわるその歴史もあると思うんですよ。すごい大変だったと思うんですよね。だけど結果今もうね、その北海道っていうところにこう人がこう移住して、で結果的に道がもうできてるんですよね。で北海道は北海道の良さがあるだろうしね。僕はもう北海道生まれなんですけど、雪はちょっともう勘弁なんですけどまあ車運転で、まあちょっとあれなんでまあスタッドレスだと動けますけど、でも本当ね、北海道の道を走ってるとすごいなと思いますね。これを作った人たちがいるんだと、ありがたいなと思うし、すごいなっていう、途方もない作業だったんじゃないかなと。だから走ってるだけで学びを得られますね。走れば走るほど、だって本当ずっとまっすぐなんですよずっとまっすぐですよ、マジで。で最初オープンで走ってて気持ちよかったんですけど、久保さん全く景色変わらないっていうね。ずっとこのもう大自然、もう自然の、まあ、自然の雄大さが、次元が違いますね、やっぱ北海道は。だからね、飽きてきますね。ずっと景色変わらなくて、ずっと一直線みたい。なかなか飽きてきますね。これもこれでいい経験で、あのネタになるんでいいんですけど。いやでもね、ほんとね、北海道の道はね、こう体験していただくといいと思いますよ。いや、なんか そこで、まあ不可能はないんだなっていう学びをね、僕は得られると思うんですよね。これ、ほんとに、まあ結構もう何十年レベル、何百年レベル、まあ今もね、道作ってるとこもあるんですけど、しかもね、その、だからヤマトとかね、その佐川とかもたまこう走ってるんですけど、これ大変だなみたいな。マジでその距離あるんで、これ配送するの超大変だなっていう。だからすごいなと思いますね、いろいろと。この距離を配送するのか、みたいな。だから市から市が遠いんですよ、めちゃくちゃ。この区間が半端ないんですよね。だからその町から町がすげえ遠いんですよね。で、ここも全部荒野みたいな。特にこの、今あのね、この、なんだ、稚内ですけど、その稚内と札幌の県、ここの距離って、こう、なんすかね、遠いです、とりあえず。稚内と札幌、多分ね、結構遠いと思うんですよね。何百キロある、何百キロだ、結構ありますよ。ちょっとまた移動なんですけどね。わかんない、札幌、この札幌方面に降りていくんですけど、何キロなんだ、わかんないから、300キロですね。稚内からは。車で5時間ですね。札幌までは。まあ、今日はね、小樽ちょっとお客さんいてるんで、あ、そう。あの、億万長者合宿に参加したね。そう、久保さん。億万長者合宿に参加したね。あの、あ、億万長者合宿じゃないわ。湯が、あの、熱海だ。熱海の合宿に参加した人が、実はいるんですよ。ラーメン屋やってるんで、ちょっとラーメン食いに行きます。小樽でね、ラーメン屋やってるんですよ。まあ、4年前も北海道来た時に、まあ、そのね、行ってきたんですけど、ラーメン食いに。また今回も行ってきます。はい。懐かしいですね。熱海のね、熱海ね、カレーうまかったっすよね、熱海。熱海の、湯河原の億万長者合宿の飯あんまうまくなかったですけど、熱海合宿の、飯、カレー、あの野菜カレーとかうまかったですよね。そこに参加された方はね、ラーメンやってるんですよ。
日はラーメン食いに行きます。そう。はい。では。